こんにちは、ザッピーです。今日はビートルズの初期の頃のトピックになるかと思うんですけれども、実はですね、最近アメリカの、シンガーである、ボビー・コールドウェルっていう人が 2,3 日前かな、亡くなったらしいんですね。ニュースになってました。71歳だったようです。ボビー・コールドウェルといっても、僕の世代の方々は結構ご存知だと思うんですけれども、おそらく50歳以下ぐらいになってくるとですね、わからない方も多いかもしれませんね。僕は大学生の頃なんかはとても人気がありましたね。周りの連中もコンサート行ったりしてましたし、当時はですね、AOR アダルトオリエンテッドロックみたいなね、そんな言われ方もしてましたし、シティポップっていうんでしょうかね、そんな雰囲気でも語られていたと思います。このボビー・コールドウェルっていう人やボズ・スキャッグスのような人たちが、とてもこうおしゃれなセンスのいい、シティ感覚の、ポップを歌っていたわけですけれども、ダサくなくてかっこよくて、なんかこう女性にモテそうなそんな雰囲気だったんですよ。女性ももちろん好きな方が多かったですけどね、こういう音楽を。で、なんで今日ボビー・コールドウェルの話をしたいかというと、もちろんね、寂しさもあるんですけれども、僕も好きだったので。で、彼のですね、音楽を聴いていた時にやっぱり一番思ってたのは、古いアメリカの感性が強い人なんだなって思ってたんですよね。新しいんですよ、シティポップで。どっかこうモダンな感じはちゃんとあるんですけれども、古さというかな、いいアメリカの、トラディショナルな部分っていうのも兼ね備えているような感じを受けていたんですよ。で、この人の生い立ちというかね、プロフィールなんかを見ると、フランク・シナトラですとかエラ・フィッツ・ジェラルド、それからナット・キング・コールのような人たちの音楽が特に好きだったようなんですね。あ、なるほどっていう感じです。本当にその頃の音楽をこうベースに新しい音楽をやると、この人の雰囲気になるのかなと思うような感じですね。で、もう一つですね、この人が好きだったのはビートルズなんですよね。で、ビートルズはですね、我々知ってる通り、初期の頃にそういったアメリカの、1950年代くらいのね、古い感覚の音楽をどんどん取り入れてましたよね。ロックンロールだけじゃなくて、それはモータウンだったりするわけですけれども、やっぱりビートルズのそういったアメリカンポップ、オールドアメリカンポップ感覚っていうのを僕は知ってたので、何かね、このボビー・コールドウェルっていう人を聞いてた時に、初めて知った時にこう懐かしさを感じたわけなんですよ。ビートルズっぽいなっていう部分もどっかに感じたんでしょうかね、僕はね、きっとね。これは僕だけの世界だと思いますよ、こういうふうに感じるのはね。だけどやっぱりそこの部分の共通感覚っていうのはすごい強くて、だから余計にこのボビー・コールドウェルっていう人の音楽が好きだったところもありますね、僕もね。本当に残念です。もし聞いていない方がいらっしゃれば、下に2つぐらいリンクを貼っておきますから、よろしければ聞いてみてください。とても素晴らしいシンガーですね。で、音楽も素晴らしいです。で、ビートルズがですね、そういった古い、アメリカのエッセンスっていうのを取り入れてやってくれていたおかげで、僕はこうして新しいミュージシャンが出てきた時にですね、何かすでにこう、親しんだような感覚を持って受け入れることができるわけなんですけれども、でもそれってビートルズを聴いてるとよく起きることだったんですよね。レゲエなんかもそうですし、それからジャズのね、ちょっと軽い感じのジャズなんかもビートルズから入ってったっていうのも僕としてはあるんですよね。全然こう遠く感じないんですよ。ロックンロールは当たり前ですよ。ロックだって当たり前にビートルズから入っていくと広がっていくわけですけれども、でもビートルズを入り口にしてると、そういったいろんな側面のいろんな方向の音楽に不思議にもう広角打法のようにね、進んでっちゃったわけなんですね。その一人がボビー・コールドウェルだったわけなんですけれども、本当に亡くなってしまって残念極まりないですね。なんかね、とてもいい思い出が消えたような感覚があります。1980年代に活躍した人なんですけれども、その頃僕はもうビートルズは正直言うとあまり聞いてなかったですね。もうだんだん
うん、それこそいろんなところに広がっていたので他の音楽を聴いてたんですけれども、こういった風にまあビートルズのねどっかにエッセンスを見かける人が出てくると、やっぱりビートルズに戻っていった自分もいましたし、こう思い出すわけですよね。ビートルズ、あそうか、これはビートルズの音楽だったなみたいにね、そういうことの繰り返しだったような気がしますね。いろんな音楽でそういうものを自分なりに体験してきたところがありますね。その一人が亡くなってしまったということで残念なんですが、でもそのニュースを聞いた時、あビートルズの初期のビートルズの面影を持った人が僕の中では亡くなってしまったんだなっていうふうに今回思ったわけなんですね。はい、ということで自分の勝手な思い出話でした。失礼します。